さてさて、こんばんはでございます。皆さん聞こえますでしょうか？皆さん聞こえますでしょうか？聞こえたら、ちょっと待って、ツイートだけするわ。ちょっと待って。ミルアカリスナーの、なんと、J リーグやら、なんやら。いやー、待ってね。やら、なんやら、サッカーのことを喋りたいという配信です。ちょっと、寄ってって、寄ってって、で、ここに、三角入れて、はい、OK。はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。龍也くん、よすけさん、あいうかさん、爆笑バカ、いぎさん、からあげペティさん、モサファンネンドさん、あ、応援団長、こんばんは。そして、ゴーケン、大福さん、加藤圭さん、そば太郎さん、いっぱい来た。え、いっぱい増えたけど、一気になんか、どういうこと今の。なになになにね、勝丸さん、無名太郎さん、昴生さん、猫八さん、ミセサオリンゴさん、名前がいい。渋月さん、ドイソン、ドイソン変おじくん !SGK さん、こんばんは、よろしくお願いします。小林さんもこんばんはでございます。皆さんどうぞ、よろしくお願いします。ってことで、今日私一人なんですよ。ご存知な方多いと思いますけど。今日私一人なんで、ちょっとね、そこら辺だけ、まさにいなくてごめんねってところもあるんですけど、100人超えとるやないかい。なっちゃさん、ねむたかさん、なんか、滝本さん、町田050さん、こんばんはでございます。よろしくお願いしまーす。まあ、何やるかって言っても、まあ何かって言われたら、ただ単に今ツイートもしたんですけど、まあ佐藤が単純にね、最近ちょっと J リーグな感じがあるので、違うな。オリンピックがオリンピックでオリンピックな感じで、なかなかガンバ以外のチームは試合とか見れないから、それなところもあるんだけど、J リーグやら海外サッカーやらなんか遺跡やらなんかいろいろみんなとこう喋りたいなっていう回での、ミルアカナイトっていう、パターンのライブ配信を始めたって感じです。よろしくお願いしまーす。明日の試合、録画1個じゃ無理なんか、どういうことどういうこと？明日さん。あとは、待って、今来た方々。あとは、夏目さん、しきとくん、ちゃんたつさん、さくみさん、ケイトダマさん、ティートーブンさん、きよちさん、ユーゴールさん、そして、アシュさん、松本山が会いすぎた、男さん、HCSTV さん。こんばんは。よろしくお願いします。さらされ続けとる。まあ、ごめんよ、兄さん。違うのにするわ。ただ喋りたい。これはラボではと思ってしまったら秘密です。ミルアカでーす。いやね、松本にとか帰還した。実は結構前から私は掴んでおりましたよ、それは。レミ TV さん、シグナスヒーローさん、今、こんばんはって感じで書いてくれた。KO1 さん、こんばんは。ヤギさん、こんばんは。エイさん、こんばんは。皆さんよろしくね、お願いします。これね、裏木さんのちょっとね、こういう、やり方だから、こういうね、なんかいろいろこうやってコメントを、ういーってこう表示できるのがちょっと楽しいなっていう、ういー。あ！シグナスヒーローさん、馬だ、なんだ、これ何なんだろう、この馬さん。翔ちゃんさん、こんばんは。バモカーさん、こんばんは。こんばんは、イルカ。あさん、NHK の放送で途中でニュースで入ってサブみたいになるの、録画1個ちゃん無理なんか、なんかね、厳しいかもしれないですね。どうなんでしょう、そのやり方はね。まあ、ということで、本日はですね、基本的には、パワーポ開いてよ。こんな感じですね。急遽開催。ミルアカナイトカッコガリ。東京五輪の前にしたからこそ、エリガント海外クラブの話っていうやつなんですけど、できるだけこのね、メインテーマ、今何話してよとかってことも、まあ、やってはいきたいんですが、ちょっと先に話すとですね、一個なんか作っとけばよかったなと思うんだけど、ここにまず一個。ダメだった。間違えた。これやりますので皆さんよろしくお願いします。
あとは、あとは、あ、昨日の恐怖クライスさん、あとはギアスさん、こんばんは。大福さんは言ったな。コーコーさん、こんばんは。やめまめさん、こんばんは。そうなの、あのね、あとさっき無名太郎さんからあったんだけど、俺ね、正直今日これ導入するつもりだったんですよ。裏切システム、このシステム導入するつもりだったんだけど、あらかじめ枠予約してたから、あのダメだってこと言われて、マジってのでしょうがなく、あの元々のシステムを使わざるを得なかったってのがあったんですよね。今日はだ、今度はやりたいなと思います。で、とりあえずあの全部で、全部っていうか、あの今後8月16日月曜日に J 全クラブ夏戦力まとめだから、なんていうの、あの前半戦も踏まえつつ、移籍も踏まえつつ、こんな感じでいきそうよねっていう回は、3週間後の月曜日に、ナヒロさんこんばんは、グラコーさんもこんばんは、楽しみにします、ナヒロさんありがとう、あのそんなことやりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。で、それに向けても資料を作りながら、今日はあれですね、なんていうの、皆さんとこういろんな会話していきたいなと思うので、なんかこう Y の Y のいっぱいこう出していただけたら嬉しいなって思うわけだよ。よろしくです。もう本当にね、あのざっくばらんに皆さんから来たコメントを踏まえながら、こういろいろこう喋ってこうよって感じになっていくと思うので、本当皆さんからのコメントが頼りではありますので、どうぞ本当に、いろんなコメンツ、お待ちしております。よろしくお願いします。いろんなコメンツを頼みますよ、皆さん。ノーミルキーの声を聞くと世界平和を感じる。ありがとう、ありがとう。犬井セレストどうなると思いますか、ミセス青リンゴさん。ちょっと使ってもらう。ポン。犬井来るとは思いますよ、僕はもうこうなると。ただ、だからあとはギリギリで海外からの話が来ないことを願いましょう、みたいな感じなのかなとはちょっと思っております。ノートラップじゃなくてもいいかなとは思ってます、私は。さ、松本さんからレンタルって、まあ、まあね、あの、昨日の今掛けがあったんで、そうなる可能性は高いかもしれませんね。井出さん、こんばんは。パケンガはどこに、パケンガって誰、バケンガ。誰だ、誰だ、バケンガ。タクイナさん、ビスで補強して、あるかもしん、あるかもってか、今だってやってるでしょ、まさに。待ってなさい、待ってなさい。ナゴナゴさん、こんばんは。お腹すいたはわからぬ。長友犬大阪の就活状況は、そのうち神戸とかから出るかもしれませんからね。待っとこうぜ、待っとこうぜ、そのあたりは。待っとこうぜ。うっちさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。呼んでない方ごめんね。あと、ノーコメント組の皆さんもこんばんはでございます。よろしくお願いします。あら、義理の妹が今日入籍します。ディートーブンさん、おめでとうございます。ディートーブンさん、プラス、親族の皆さん、おめでとうございます。なんか、ノルウェー人の人がね、一人ジェリー来たがってって話ありましたね、そういえばね。ランチさん、こんばんは。カナエさん、琉球でも頑張ってね、移籍しましたもんね。ねえ、コウハチさん、新潟の情報は一個しかないです。ないよ、いわゆる。だから何かっていうと、あすまらさん、こんばんは。新潟の情報は、本人っていうか、アルベルト監督が、今の戦力を上回る人じゃないといらないっていうふうに言ってるから、そんな人そうそう見つけられないと思うんで、J1 レギュラークラス持ってくるしかないから、ちょっと難しいのかなと僕は思ってます。アマデウさん、こんばんは。フロンタルあるとは思うんだけど、動かない可能性もあるのかなともちょっと思ってますね。オリンピック組は、オリンピック終わってからオファーがメディアに出てきたりしますから、ただね、そんなにないんですよ、実は。オリンピックが8月のその9日ぐらいに終わるじゃないですか。だけど、8月までなんで、基本的には。だから、ヨーロッパ戻りつつとすると、ほぼ、お盆明けのところに何も出なかったら、ちょっとない可能性も俺は高いのかなと、俺は思っていますね。私はね。突然、清水の右サイドバックやってる原輝樹選手って絶対あると思うんですけど、戻んのかい、もうどんのか今からまた。まさかよ、まさかよ。せいさん、こんばんは。そうよね。気になるよね。多分まだまだ出てくると思うんだけどね。これからね。結構コメントがいっぱい来ますね。ありがとうございます。300人超えた。まさかそんなね、もうふらーっと始めたような感じでもあったりするから。わー、ありがとうです、皆さん。助かるわ。いや、高尾さんは再離脱の可能性あるでしょうね。静岡の選手がジュビロに言ったらさ、あ、いいですね、それはね。岡山はもうなさそうな気がするね。まあ、あったらもうちょい怪我人出た場合の急遽な感じですか。矢口さん、こんばんは。さっきぶりです。ありがとうございます。すみません、サンタクララ、森田の遺跡はあると思うんですが、だからお金の面で、あとはだから、お金の面とかね、いろんな面で、あとは、ね、OK になるかどうかって話でもありますからね。気になる、気になる。エジェツさん、バンワー、バンワー。おばんばんわ、ごどっちゅさん。こんば、みーひろどもさん。
鹿島はないと思います。アウトはあって、綾瀬と町田と荒木のみ。山本さんこんばんは。H 竹さん、H 竹さんって読む。竹 H さん、テイク H さん、いろんな読み方あるんだけど。こんばんは。村上さんこんばんは。幼稚さんこんばんは。せやさん、塩谷選手どうなったんですか？海外含めていろんなところと交渉中。マードのは、マードのいない。マードの龍也くん頼む。高級頼む。あれを。皆さん一応遺跡の話先に言うんですけど、ありがとう、なひろさん、ありがとうございます。超嬉しい、なひろさんの。超嬉しかった。皆さん何回も言うけど、あれね、遺跡に関しては、かっこ海外に対する遺跡に関しては、いわゆる第一フェーズ組がいるわけですよ。一番上のやつね。上のやつ。上の方々。メシオさんとか、ネイマールさんとか、そういうね。そういう第一フェーズの方々が、終わった、ダメだ、とかっていうところがなされた上で、セカンドに移り。まあ、ドラ1ですね。ドラ1。ドラ1が終わったら、ドラ2じゃん。で、ドラ2が終わったら、ドラ3じゃん。ドラ3が終わって、4になって、5になって、6になって、そこら辺で指名がうんぬんなってきて、それで全チームが終わったら、じゃあ、ちょっと育成の、選手のドラフトですってなってくるから、サッカーもある意味では、この夏はそういうもんだと思っていただけたらいいかなと思います。なんで IJ 森田とかってのはファーストではないので、チーム的な意味でね、彼らに関して戦力的なものっていうよりも。なんで、それが終わってからなんじゃないかと思うから、まあ、待っててくださいなって感じだと思います。小津さん、もう日本来たと思うから、そのうち合流だと思います。このオリンピック期間に合流だと思います。綾瀬はなくはない。乙美もあると思うし、よりさんこんばんはでございます。飯よって呼んじゃうのよ。グリーズ・マサシとかさ。呼んじゃうのよ。セルジー来たから松本は出るね。間違いなくね。トミーはドラフトで言うとないですか？あ、ただ唯一言えば、おとみさんに関して言えば、彼はドラ1かドラ2なところなんですが、まあ、いわゆる国際大会参加者だけはちょっと遅くなってしまうのはしょうがない。今ね、ゴールドカップとかも含めてやってますから、コパとユーロも終わってねって状態なので、ドラ2ぐらいでもまだちょっとだから難しいね。決まってないっていうのは。あるよ。日東はまだ補強すると思います。せやさん、申し訳ないな。そうなのよ。あとね、お金がないのよ、みんな。今年の夏はみんなが。お金がないのよ。バルサだって、俺どっかの動画で言ったけど、4分の1から5分の1だったよ。やばくない？ 4 分の1から5分の1。いや、井出口さんは、あいうえおさん違うんですよ。あれなんだよ。多分もう状況的に考えるとそうしか考えられないんですよ。あんまり言葉では言いたくないんで、察してください。頼む。ユーマ・カカアチはオリンピック5だと思います。大地くんはね、まだだから富安さんと一緒ですね。バラ安かったね。レアルもどうなんだろうな。岐阜はどうかね。まあ、一人ぐらい入ってもっていうところで久保田亮入ったからね。もういいでしょ、正直。もういいでしょ。まあ、センターフォワード系欲しいっていう見方もあると思いますけどね。で、刺したよかった。長野は別にいらなくないですか？人を増やす必要性はそこまで俺は、ないようには感じてます。まあ、あるって言いたい人もいるかもしれないけど、俺はそこまでかなとは感じますね。ちょっと、そして今まで使ったいろんな資料をちょっとね、ここの中に落とし込んでいかなきゃいけないので、どこ行った？これだ。はい。あ、梅太郎さんありがとうございます。ナイスパーでございます。クッツーさんこんばんは。トスは放出多いけど、これは想定の範囲内だから別に気にしなくていいと思います。元々から想定したものでしかないと思うので。武藤は今ちょうどね、やってるけど、まあ、ギリシャって話は多分ないような気がしてます。僕はヨーロッパだと思ってますけど、日本だったらま、東京だろうなとは思うんですよ。神戸行くのが僕は正直一番面白いと思う。神戸行くのが。一番面白い。相馬キュンはこのオリンピック次第かなと思いますけど、夏はないと思う。冬だと思う、行くなら。僕のアローンファどこにありますかね。引き出しのとりあえず上から2番目見てみて。松本山川ね、小林さん、各ポジション多すぎますから。ゆうさん、ありがとうございます。ネイルしながら、いい感じ。綺麗に塗ってくださいね。綺麗にね。来季レアルにバランとラモスいないっていうの実感ないよな、確かにな。
マドリーの来季のセンターバックはアラバ、ナチョ、ミリトン、バジェほか、昔から見てるか信じ、確かにな。梅さん、林大地の五輪後の動きについてどう思いますか？夏は早すぎる気がする。というか、間に合わない気がします。全体的にオリンピックじゃねえや、ヨーロッパの市場が。東の2番目あれば嘘つけあるかえ、あ、峰さん。あるとは、あの、要所遺跡はありますよ。あの、ほぼ間違いないと俺は言っておきます。秋田はない気がするなー。でももう取ったしね。藤山。明日は橋岡の日ですから、皆さん。水戸が仮場。でも水戸としては売るのが前提ですからね。それは別に悪いことじゃないから。それはいいんじゃない？全然いいんじゃない？わしの旦那候補者、あやせ。旗手は、冬じゃない？あるなら。そうだね。オリンピックきっかけで移籍したら、ちょっとね、あまりにもな感じがあるので、それはないなと思いますけど。田中俊って欧州移籍するの？あの、もうオファーはあったはずです。ただ本人断ってるはずです。裏に18歳から22歳ぐらいの若いフォワード欲しいんですけど、おすすめのプレイヤー教えてください。ジェフ、千葉、フォワード、桜川、ソロモン。伊藤純移籍の話はあります。ただ先ほど言った通りです。序盤に言った通りです。橋岡と言いながら富安が右だったら悪い。やる可能性はゼロじゃないけど、やる意味は薄いなと思います。中村次郎海外移籍ありますか？あれ、18なったっけ？まだないと思います。キングさんこんばんは。いやー、いっぱいコメントありがとう。読んでーってのは、あったら、よろしくね。なんだろう、全然読めてないものとかたくさん、全部はさすがにこれもう読めないからさ、状況的に。400人来ると思わなかったんだけど。いや、嬉しいなー。こんだけ来てくれるとすげー助かる。施工ベンチに入れてくれ。そうだよな、明日なー。立花田が青みたいになれそうなるような気がするなー。ごずつさん。1日の、ガタレ富山との練習試合が楽しみなのです。注目選手はいますか？そんなのもごずつさん。富山だもの。シーナ選手と俺は言う、やっぱり。シーナ選手。右からちょっと入ってくる、あの、カットインまではしてこないんだけど、右のハーフスペースあたりから、真ん中にね、ちょっと質のいいボール、なんかチェンジアップ系な感じでこう変化球かかった、キック入れてくるから、それをちょっとね、楽しみに見てみてください。はい。あれはやっぱ彼はいいよね。キッペじゃねえわ。えのりさん、田中をオリンピック後に移籍した方が良かったのでは？いや、全くもって今でいいですね。あれでしょ？多分、育ったら一部いけたんじゃないのって。本人がむしろ二部を選択してるので、どっちでやったとしても結論変わんないと思います。熊谷コーチに関しては分からないので、ちょっと僕は、コメント控えます。山形のタイ代表のことに関してもちょっと私分からないので、ちょっとそれは控えます。あれが本当かどうかも分からないんでね。ちょっと残念ながら。マンションさん、それは頑張ったな。俺の書き方。それは頑張ったな。札幌に入ったかは不明ですが、バコックさん、アンロペのお金は何に使うといいと思いますか？いや、人取るのでいいでしょ。もしくは、まあ、人取るので良くないですか？でも、それのために当てて込んでいたはずなので、経営面は問題ないと思いますから、そっちが重要かなと思います。ミネさん、神田の兄貴は処分すべきでしょうか？早めに処分しましょう。一番好きだな、今のとコメントして。できるかもしれない、シーナね。橋岡はカカーチェに勝てますか？勝ってもらえなきゃ困ります。大谷翔平はホームラン王になりますか？ 60 本打ってもらいましょう。トポさん美味しそうですね、これはね。いや、川西さんはね、移籍はないと思います、渡辺さん。ないと思います。これが22のフォワードだったら、全然ある。って言っちゃいますけど。てか、遺跡じゃなかった方が、この国おかしいって話ですけど。神田の兄貴って、龍が如く3を見ていただければ。龍が如く3と検索していただければ、そのね、コメントをしてきた峰義隆さんの意味もいろいろわかるのでよろしくお願いします。この夏一番キュンとした遺跡は、頑張ってほしいって意味で、今、スペイン4部のテスト行ってる、西村すばる。かな？俺は。そこかなと俺は思います。
甲斐健太郎なんか移籍しそうな気は俺前はしてたんですけど、今はないんでちょっとないかなと思ってます。この冬、この夏はないんじゃない？だそうだよね、アメアメさん。ガンバ高尾の怪我軽傷であった。ほんとそうなんだよな。ランゲラックはないでしょ。ランゲラックは。ないと思いますよ。もうこんばんはって言えないぐらいに、455ってやべえな。立花田も代表に呼ばれたらボランチャーフロンターレなりそうだな。これ俺作業なんて絶対できねえじゃん、もう。無名太郎さん、あとね、昔言ったらサルロックとかもあるからね、それね。長友大先生の後釜中山でいけるでしょうか。まあだって候補はたくさんいるじゃないですか。ゆうたくんもそうだけど、ゆうた中山もそうだけど、やっぱり深夜中野だっているわけだし、レオ旗手だっているわけだし、全然たくさんいますから、まあ全然ほんと楽しみにできるんじゃないですか。これぐらい考えると。ユース大好きなノーミルク佐藤さん、ロスオリンピック世代最注目プレイヤーは誰ですか。あー、ロスオリンピック世代で言うんだったら、でもやっぱり、あれ、石井くんって、04?05? あれか、入っちゃうか？ちょっと待って。そう、石井久嗣。まあでも、それはまあ、じゃあ、のいて考えたら、どうだろうな。今の高校世代とかだったら、ロスでしょう。やっぱあの、ジュビロの子かな。ピピアはパリです。和久じゃねえわ。石井久嗣、パリの最年少が04か。05か。まだだな、ちょっと。なんか、ボンとしたの。だから、強いて言えばあれだ、あれだ。今名前出てこない。ちょっと待って。待って。今はこの名前出しておくのがいいんじゃないか、一番は。やばい。今名前が出てこない。ちょ、待って。宮原優太。ごめんなさい。宮原優太。あの、広告高校の1年生ですね。今、マリノスに練習参加してる。あれが一番いいかな。トイチは00なんで、東京の最年少です。東京の最年少です。鈴鹿、いや、カイトはあの、パリなんで、あの、ロスはその1個先だから。そう、そういうところまで。まあ、田中次元とかもいるよね。だからね、確かに。いっぱいいるんだよなぁ。やばい、高尾の話になっちゃった、ずっと。先生、水さんありがとうございます。これはもう嬉しいから一瞬。水、いいな、水って。ああ、もう浦和の第三、おないはずじゃねえや。桜川ソロモン、俺はね。オリンピック後に A 代表に昇格する選手はこれ、噂、これもう青田中でしょ、青田中でしょ、ここは。マリノスは補強もうないと思うんだけどなぁ。バックアップメンバーの桜川内はパリセルの中心になりそうだと思いますから、やっぱり出場機会っすよね。一番大事なのは。リヒトとかもどっか取ってくれたらいいなぁと思ったりするけど。ニッタね。ニッタくインスブルック。だから、ニッタくやっぱりなんか久保優也とか、やっぱ南の匠みたいなコースで頑張るような形もあるんじゃないかなと思うから、ちょっと気になりますよね、今後はね。林大地、このチャンネル未来見すぎ。いいじゃないか、未来は楽しいよ。未来はなんだか楽しいよな、ちゃんたつ。東京はボランチ補強しますか？しないんですかね。先生だったら明日誰をワントップにしますか？それは明日の動画を見て、あ、これはいいんじゃない？先に。ちょっと待って。明日の動画だから。はい。これね。明日これね。みんな。明日このサムネイルが出るのでよろしくお願いします。明日はこれが出ます。明日はこれが出るのでよろしくお願いしますね。あの、橋岡大樹超フィーチャーしてますんで。
明日も橋岡とカカアチャの日ですから、もう他はいいっていうかね、ここで対戦してほしいね。そうなのよ。いや、伊藤博樹も楽しみですよね、スットガルト。すげえ頑張ってるもんな、今。間違いなく。なんで、いや、わかるでしょ。いや、お寿司はなんだか楽しいようで言い換えたんだよ。あなたしかきっとわかんないから、この中で。クリームシュー、オールナイト日本なんだから。ゴルさん、ありがとうございます。いいじゃん、おとみが右であったとしても、それはそれで。でも、おとみ右にするのも、いや、イエローがあるんで怖いんだよ。結局。なんか、ワンピース考察系です。あ、そんなのあるんだ。すげえな。カカアーチ見といてね、みんなね。明日出るからね、ニュージーランド。NZ、NZ。中野深夜は行ってほしいっすね。でも、どこが取るのかが、あとは気になるところだけど。あ、ユーゴールさんのこれ、将棋だったのか、なんか、ちっちゃくて何かわかんなくて、将棋だったんですね、これはね。林は国内と海外、どちらに移籍すると思いますか？うわ、林くんどうなんでしょうね。どうなんだろうな。なんか国内はもう目はつけてると思うんですが、結局彼をね、2番手に使う意味はないので、3番手、4番手で取ろうとしてるチームのは多分弾くだろうから、だったら海外行っちゃそうだし、準備できてるかどうかがちょっと気になりますからね。クッツーさんこんばんは、2回目行っちゃった。名古屋はセンターバック準備してます。してます。してます。ただ、なんだろう、いわゆる合意するかがわかんない。今はしてるとだけ。言っておきたい。いや、林大地はもう大人気でしょ、もう今は。伊藤博樹は俺は海外でボランチだと思います。今誰だったかな、ごめんなさい。ちょっと のけちゃったんだけど。柏と松本はなかなか難しいんですよね。人数が多すぎて、森谷ナックさん。取る前に出さなきゃいけない。取る前に出さなきゃいけない。お魚魚さん、札幌は船場補強するべきですか？俊太が出るならでしたけど、いらないんじゃないかな、今は。林田トス帰ってこないの？帰ってくると思うよ。大丈夫で。俺も、俺、シオンさんのこれですね。俺も一緒ですね。林大地、国内移籍するくらい男気残留ありそうだよな。これすげえありそうなんだよな。林、南米とか向いてそう。もうそれ勝手なキャラクターのあれでしょ？笑ったなぁ。いや、しすいさん、谷は僕は海外だと思います。谷は海外だと思います、私は。私は海外だと思いますよ、彼は。ミドルトンさん、杉岡のセンターバックはありだと思いますが、どの道上野帰ってくるんで、まあ町田抜けがない限りは、まあする必要性はあまりないのかなと思いますね。私は。いや、これかっこよくない？林大地、トスの優勝しか見えねえ。これかっこいいなぁ、これ。トスの優勝しか見えねえ。これかっこいいなぁ。なってほしいなぁ。これは。あ、モノミさん。浦和ユースにハトトリックス、サヌキの小山っての、これもうずっと俺言ってんのに、サヌキのユースって今来てんだって。2年ぐらい前から俺あれで言ってると思うんです。台所とかで。見てほしい。岩崎さん、富谷、おとみさん、4バックから3バックに関連するのは右サイドバックありだと思うけど、森安さんは関連してない。そもそも橋岡でいいです、だったら。より、富安よりも橋岡の方がより適任です、それであれば。橋岡じゃない、富谷、おとみさんはイエローをもらってることを皆さん忘れないでください。明日の試合までが対象ですから。明日もイエローを食らっちゃったら、準決出れませんからね。谷海外なら東口の後継誰だと思いますか？正直わかりません。というのも今はいない状態になってしまうと思うので、東口があとやっぱりね、数年できるってことを考えればその間にっていうことになってくるのかなと思いますね。私は。カード禁止サッカーやれない。そうなんだよね。しかもだから、と、富安はその後の方が大事な気がするからね。チェイスアンリーでどこかの内定取るんですかね？どうするんですかね？ AZ 行ったりするんですかね？おとみさんがおとむさんに聞こえる。わかるな。そうなんだよな。明日のボランチャーの一人は板倉かな。僕もそれは想定してますね。ありえそうな気がします。純潔は猫八さん、日本対スペインが来ます。私はコートジボワールが見たいです。ちなみに。その話は、あれ、明日したかな？覚えてねえや。ごめんなさい。
明日のキ、そうだ、湘南明日キックベースするんでしょ、キッコーは。あれちょっと楽しみなんだよね。板倉セルティックはまだわかんないです。今交渉してるからわかんないと思います。俺は明日町田が一番いいと思いますね。一番は吉田町田が一番いいです。明日は。っていう話をこれでしてるからよろしくでーす。ちょっと行けるタイミングの時ぐらいは俺はちょっと作業するぞ。ちょっとぐらい。ここなんだ？よし、山形と岩田だ。行け行け。今だ。今ならちょっとできる。今ならちょっとやれる気がした。準備をね、してかなきゃいけないかな。せっかくね、遺跡でね、資料作ったものがあるんだったら、それをね、うまく転用して使っちゃって、そこから作った方が早いんでね。あ、セルティックの台所中やります。あ、今ね、ヘンクとかも作ってます。これね。このミネさん。このミネヨシタカってのが、龍が如く3のキャラクターね。龍が如く3とは龍が如く1の話。ね。山形は光が大活躍。中原選手ですね。あ、さくみさん、大宮僕は、貝本ジュニアが、早めにってことあるんじゃないかなと思います。あ、そう、3バックの可能性はないです。あ、ゼロではない。相手が2トップにしてくるなら、話は別なんですが、相手が2トップにしてきた場合、自分たちで自滅する可能性の方が高いんで、2はしてこないと思ってます。っていう話も明日してる。なんならガチで野球やってほしいな。キックベースじゃなくて。やば。そんなことさせたらちょっとやばいな。これ、あれだな。金井遺跡前の状態だな、これは。これは後でちょっと多少整理しなきゃいけないな。あ、これ複製しとけばよかった。はい。戻して。古橋がエスレティックの SNS 登場したのは隔離期間中だから、そうです。だからまだ出てくるわけがないです。あ、流星群さん。守備重視じゃないです。攻撃のために町田が必要です。明日は。ザザさん。権威は真似のせいで点取れるようになると思います。鈴木さん、僕も一緒です。伊藤愛沢見て号泣でした。僕も号泣でした。あれは。ねえ、泣いちゃうからダメ。東口ファン館で全十字やってるんで、アンパに野球の試合は絶対ダメですよ、そんなこと言ったら。俺はダメ。ウェリントン、キックベースのルール理解してるのか心配。草。これは草。マサさん、ガンバの補強は終わりじゃないですが、まとまるかどうかがわかんない。それはもう誰にもわかんないんで、なんとも言えません。上城と石毛の共演が楽しみになるのか、カッコファジアの岡山はどんな感じになるのか楽しみですよね。でもまあ、チャンスメイクの方が石毛で決めるのが石毛じゃねえ、上城になりますよね。あ、フェンシングエピアね、見てないです。まあ、ちょうどその時に同時視聴配信してたので、残念ながらごめんなさい。ショルツはどれぐらいやれそうですか？もうそれに関しては、うらぎさんとの動画を見ていただけると助かります。よろしくお願いします。ゴミスも怪我しない程度にスケボーする予定です。なんかあれでしょ？なんか、堀米優とカッコスケートボードの方が、なんか機会があったら、堀米優とカッコ新潟、RBX 新潟になんかね、ボードとサイン付きでってみたいな話ありますよね。なんかちょっとそれツイッターで見まして、私は。どうなるかな？武藤選手は昔、ん？ああ、勇気か。ごめんなさい。吉野里が頭の中にあった武藤勇気の方ですね。得点は決められるけど、それが一番重要なことではないですね。チーム全体の得点数を増やすために行くっていう感じだと思いますから、あんま気にしなくていいと思いますね、僕は。で、そんな押すしかないさん。スパーズは全然違うチームになるでしょう。そりゃ。だって、ケインいないんだもん。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。牧野さんが YouTube に力入れてます。ミリアカコラボはありますか？ちょっと難しいですね。難しい理由としては、こちらから実はほとんどお願いしたことっていうのが全体的にないんですよ。オファーいただけたらっていう感じになるので、だからミリアカをまず知っていただくこと、知っていただいてることが結構前提になるので、
はい、わかんないですね、正直。あとは、うらぎさんとのやり方みたいな形が一番コラボとしてやっぱりやりやすいのかなと僕らの場合だとあるので、なんだろ、ただ単にトークだとちょっと難しいかなとは思ってるので、なんか皆さん的にこう需要があまり、なんだろう、うまくそれができるかどうか、まあさんがね、いるからそこは提出をなせるんですけど、どうなるかわかんないなと思ってるので。はい。スパーズの台所やってちょうだい。なんで相当先です、スパーズは。ケインの話とか出ない限りやっても意味ないんで、終わり次第ですね、そこら辺は。レオザと対談してほしい、いろんな意味で。やったもん、いっぱい。2回ぐらいやってよね、でもね。2回はでも、みんなの元には行ってないのかな。1回は、で、去年の春、2月にやったんですよ。2020年2月にやって、で去年の秋にもやったんですよ。ミルアカではまだやってないですけど、またできたらいいなと思ってます。まー、昨日、ちょっとあったから。あったかがおさん。ラコッペパン。そう、コッペパンいいでしょ。やっぱりね。やっぱり。見とってまだ選手抜かれますか？松崎くんだと思います。あったら。あってそれぐらい。そう、だから、レオさんは、単純に LINE も交換してるぐらいだし、ご飯一緒に行ったこともあるとかもあるので、彼に関しては別なんですが、もう全然普通に、だって人間としての部分を知ってるからお互いを。それは全然いいんだけど、他の方だとやっぱりもともとあんまり僕が知り合いが多くないので、なんで単純にミルアカ知ってくださってる、聞いてくださってたり、だからイクパッパさんとかもそうでしたけど、そんな感じでできると僕は嬉しいなとは思います。本当裏木さん、こう、まあ、言っていいのかわかんないけど、裏木さんとかで本当ありがたいのは、いわゆる、その日何があるかは、僕しか知らないんですよ。まあさんも、ユージーさんも、かなめさんも誰も知らない状態でやれるっていうのが、僕としては一番やりやすいので、それができたらいいなっていう。レオザ氏は森保監督に否定的なスタンダースだと思いますが、佐藤さん的にはどういう評価ですか？これ以上ないでしょ。日本の監督としては。彼以上上は僕はいないと思います。それは、戦術だけで言うんだれば、レオさんの、なんだ、否定的なスタンスみたいなところは、入り込む部分はあるかな、ゼロじゃないなと思うけど、僕はそこはそんなことはないんじゃないかなと思ってる部分もありつつ、やっぱサッカーの戦術の部分って、いわゆる全体の、例えば 100% 分の 100% でやっぱりないですから、僕は 5% とかそれぐらいかなと思ってるので、現状で考えると。要素としてはね。まあ、5から15ぐらい言っといた方がいいかな。だから、ある意味では僕は、レオさんが森保さんを否定的に言うっていう、見せ方のところでの、土壌かなと思ってて、だったら僕らはっていう、だったらってわけじゃないけど、カウンターカルチャーでやってるわけじゃないけど、僕は肯定側ですね。やっぱり。っていうか、そもそも、人がやってるアクションに対してやっぱり肯定、っていうか僕はね、そういう風に育ってきて、来た人間なの、仕事としても。なんで、それ以外はあんまり考えたことがないですね。そう、これ、ゆうまくんから来たけど、そう、選手とコラボして選手のデータの話するって言っても、ああっていう風になっちゃうから、それはちょっと難しいんだよね、私は。森保さんはモチベーターで、です。森保さんはモチベーターなんですよ。で、彼が戦術家である必要性っていうのは正直ほとんどないので、その他の方々がやるべきところが多いですから、だから、今大会とかってのはみんながちゃんとみんないろんな形で揃ってるし、時間もある状態だから、かなり細部にこだわって戦術整えられてるってところがあるので、そこはちゃんとチェックしてみた方が面白いなと思いますね。先生、毎日何時間寝てるんですか？ 6 時間は寝てます。たまに日によってこれね、普通の社会人の方とかも、なんかなんやかんやいろいろあって、なんか3時間ぐらいになっちゃったって日とかは、ゼロじゃないんじゃないかなって思いますけど、そういうのは僕もありますけど、基本はかなりの時間寝ることできてるんで、大丈夫です。ご飯も食べてます。何も問題ないくらいに。
ガンバがこの夏西野監督にオファーを出す可能性は、あってもしょうがねえなとは思います。ちょうどガンバのきっとこ来ちゃった。っていうか契約の話があるはずなんで、まあなんて言うんだろう、なんもないと思うんだけどね。先生は何日に一回外に出るんですか？一日に一回は出てますよ。あの、台風別ね。台風はさすがに別だけど、今日も銀行行ったもん。あ、ルニーニャの満了ありましたね。あの、満了に関してだけは、ちょっともしかしたら俺、あの、遺跡のこのね、動画の中では扱わないかもしれません。さすがに。なんだろう。いわゆる、誰に対してもメリットがないし、モチベートできるところがないんで、それは私多分やんないと思いますね。だこの間、なんだっけ、ね、徳島も一件あったけど、それはね、誰に何言っても、まあ、情報にはなるけど、多分、なんだろう、そこで、例えば登録者が増えるとか、広告費が増えるとか、再生回数が増えるとか、誰かに、あ、そうなんだって思ってもらえるような可能性も、ちょっと高くないなと思ってるんで、そこら辺は私やらないですね。あと、これね、今ちょっと誰だっけ、ザザさんだったか、だったかな、確かあったけど、あの、否定的なところは話さないよねって言うけど、そうですね。だって、みんな頑張った上でそうなっちゃったってことじゃない。それは、そこを話してみんな楽しくは俺はならないと思うから、絶対やりたくないですね。僕はもともとやっぱり皆さんご存知の方がほとんどだと思いますけど、僕は本当にもともと先生なんで、じゃあ、目の前にいる子供にさ、俺はチームも全部その扱いで言いますけど、目の前にいる生徒に向かって、お前さ、歴史バカじゃんとか、言う先生いたら、俺さすがにぶん殴りますね。っていうことよ。やっぱり正直。ってのがあるから、俺はその、なんだろう、子供とか生徒、親御さんに対しても否定的な言葉は一切言わないでっていうことで、社会人ずっと過ごしてきたので、何が何でも言わないですね。っていうやつ。ジャムパンさんありがとう。本当にジャムパンなのかよ、アイコン。面白い。ちょっと、ジャムパンさん、ちょっと面白いですね。ちょっと。アイコンゲーじゃん、これは。すげえ。素晴らしいよ、ジャンパンさん。ナイスです。いちごジャムだよね、これはね、多分。いや、すげえなぁ。あ、ガチさん、ありがとうございます。いや、早速優勝が出ましたね。ジャンパンさん、勝ちだなぁ。ありがとうございます、ベティさん。猫屋さん、先生に教わった、ことなんて幸せでありがとうございます。ところで何の教科を教えてたんですか？小学校の国産 A 社 B から、大学受験の理科、数産 C 以外ですね。ほぼ全部です。好きな食べ物、寿司、小松菜。飯テロやん。ほんとよなぁ。いや、順野さんだ。叶えすぎびっくりしたよね。あれはね。じゃあ、次にゃんくん、こんばんは。この夏 J2 でどこが一番いい補強をしますか？そりゃもちろん SC 相模原でしょう。ダントツナンバーワン。間違いないでしょう。数字とか言ってると、働いた時期バレる。別にバレたっていいもん。今もないんでしょ？知ってるよ。だからあえて、俺はそのあくまで 3C まで行ったよ。俺、だって大体のものを開けっぴろげで喋ってんだから別にいいでしょうよ。何が何でも。小松さんこんばんは。医学部目指してる。あー、まさくんそうなの。あら、頑張れー。医学部、どこ目指してんだろう。医学部一人教えたら、順大行った子。小論やりましたね、その子は。そういえば。ポゲね、グッズさん、ポゲ。ポゲ、ポゲ。あれ、マリノス俺やったよな。移動させたよね。してねえな。寿司復活、あら。
そうなの。まあでもね、教育業界に俺戻ることはまあないだろうからね。住んでる、うわー、近所のおばちゃんみたい。いいじゃないの、近所のおばちゃんで。共通です大変だったでしょうな。いやー、頑張れー。でもやっぱりね、やっぱ自分のこう、ペースつかむのがやっぱ一番大事だよね。一番大事。あ、こっちの宇佐美隆さんもそうなんですね。僕も阪大の保健の方の医学を目指してるから、すげえな、医学を目指してるんだ。ここの中に二人いるってすごくねえか。やば。すげえな。あんたら。保険統計数に精通があるんですけど、データマンの視点からだと統計知識のある人の今後の活躍フィールドはいかない。だって別に、データ会話なんてこれからよりまだまだありますよ、須藤さん。だって、AI がうんぬんとかなってきても、結局それってさ、いわゆるいろんな予測とか予報とかっていうものは、すべてデータっていうものが成り立って上でこう、バンじゃん。で、それプラスそれをいろんな感じでどうやって見せるって仕組みになってくるんだから、そこの根幹支えるデータ処理をやれる人間たちってのは、何やかや食いっぱぐらいはないと思いますよ。大学院士、勉強中、眠たかさん、ファー就業者、教員目指して、ファー絶対、怒っちゃダメよ。特に、学校の教員目指してるんだったら、お父様、お母様に向けてだったら、もう本当にポジティブシンキング一番大事。国試勉強してるんですけど、やる気はどうやったら多分、サッカーの話どこ行ったもん。やる気は、それこそ寝る前とか毎日、言ってあげた方がいいですよ。自分に対して。今日は、こことこことここ、昨日に比べて、例えば知識増やせたとか、何かできたってところに対して、自分にポジティブなアプローチをかか、伝えてあげてください。自分が自分にポジティブを伝える。パックンチョが美味しくて止まらないんですけど、どうしたらいいですか？大丈夫ですか？ごじゅうさん、本当にいいんですか？あれ、ここって勉強、そうなんだよ。サッカーの話、途中から全く持ってなくなった気がするんだよな。ほら、来た。サッカーの話は。来ちゃったわ。今、あったな。川田第一、ミランがちょっとついえたかなと僕は思ってます。なくなったかなっていう。ごめんなさい嫁が可愛いんですが、どうすればいいですか？めでればいいと思うよ。めでればね。裏を放出多くない。大丈夫。これぐらいでちょうどいい。教員ですけど、どうしたらいいですか？何を。今、受験生なのですが、数学が苦手で数学を得意にする勉強法とかありますか？基本的に出るものって決まってるじゃないですか。入試に出るところとかっていくつか、三角関数とかいろいろあるじゃないですか。そこの基本となりそうなもの、別に青チャートとかで全然構わないと思うんで、自分の持ってるテキストとかで。俺はそのパターンいくつか覚えるっていうのは絶対大事だと思いますね。いや、固定パターン覚えたら、あ、きっとこれとこれの変化系ね、みたいなこととかできてくるから、それを覚えるのが俺はいいと思います。ノーサッカー佐藤先生、なってるもんな、どう考えてもな。一回真剣にスタディ動画出してやりたいね。俺はやりたいよ。宇佐美隆は移籍しないと思いますけどね、僕。え、藤和くん金髪になったんですか？マジ？はあ、そうなんだ。そうなんだ。去年これ来たかった。フォーメーション一通り覚えたら可変とかにも対応できる。そうですね。だって結局さ、それって何に影響あるかっていうと、俺は仕事に影響できるような感じがあるかなと思っていて、要はさ、A っていう一つのパターンだけで、それをパターンだけで例えば記憶していくってなったら、それしかできない人間になっちゃうけど、A と B と C ってのがあったら、なんとなく A と B の間のことってできるし、B と C の間のこととかもできるんですよ。応用が効くから。だいたいそうじゃん。例えば、センターバックもできる、右サイドバックもできるから、さっきもほら、富安の話あったけど、4バックから3バックに変わった時の、いわゆる3バックの右とかにも対応できるんじゃないとかって話したけど、まさにそういうことじゃないですか。そこそこ。おい。
佐藤はノットサッカーこそいい話をするんですよ。それを聞かないのは本当にもったいない。俺のサッカーの話はどういう扱いなんだろうか。どうなんだろうな、これに関しては。ジュカズくんみんな似合わないって言われて、まあそうだろうな。それっぽくないもんな。勉強会呼んでください。あ、どうも、いや、ファイトです。堀切さんありがとうございます。完全に塾講師だと。そうですね。サッカーの話をしてる方が僕はレアですね。確かにね。なんかね、ドゥ、あれでしょ？なんか、ドゥザもあれでしょ？ドゥドゥじゃなくて、ドゥンガか。でも自分でね、違うよみたいなこと言ってたからね。どうなんでしょうね。福岡は、ないと思うけどな。俺あんまり。まあ、あって一人だよね。多分でも必要はないと思うけどね。正直サッカーで勉強の方が先生は向いてる。社長！社長も、でも勉強、でもね、やっぱどっかでもう一回やりたいなってのは、やっぱ思いますね。転職の一つだなと思ってるので、トップまでは立てたなって思ってるから。先週末のそのサッカーよりバスケの方が得意まで、あ、言ったわ。山本さん、ごめんなさい。さっきから仙台いただいてましたよね。仙台は僕は残留できると思ってる。このままで特にいいと思います。あの、余計に人増やしたりだとかしなければいいと思います。増やした方が多分落ちる確率高いです。片野坂さんが、日に日にきつそうなのを顔を見てられません。まあ、辛いだろうな。確かにな。夏に聴きたい曲は、夏に聴きたい曲？あ、でも最近ずっと聴いてるから、空音のハグ。かな？今だと空音のハグですね。私は。おじさんといつまで探すんだ？バレた？こんなことも言われる始末です。先生はサッカーで駅伝の方が生き生きしてる。俺のサッ、俺このサッカーチャンネルやってる意味がなくなってくるじゃねえか、もうそしたら。そんなこと言わないでよ。頑張るよ、今後も。サッカーチャンネル自体を。箱根駅伝動画待ってますってな、もう全然違うんだよ。でもな、トップ10に入るあれだからな。見る若の中では、箱根駅伝の動画っていうのは。まあさんは明日大丈夫だと思うんですがって感じですね。佐藤はサッカーで駅伝の方が泣きます。はい。それはそうですね。サッカーはさ、次から次にこうやってくるじゃん。サッカー以外のオリンピック特に何見たいです？バスケ。でもホッケー面白かった。女子ホッケーが面白かったっす。あとはさっき BMX が面白かったっす。先生、箱根駅伝の予選会でよ、ダントツビリだわ。私は。スールドフランスとか、うわぁ、それも俺泣いちゃう。自転車泣いちゃう。自転車、箱根駅伝アカデミーちゃんやりたい。だからさ、同じさ、フォーマットでさ、野球とかさ、他のこともやりたいんだけど、でも、だからみんなでちょっと資料作るの手伝ってほしいわ、マジ。教員の時はサッカー部の子、いや、俺さ、塾とか予備校の方にいたんですよ。学校の先生ではないんですよ。私は。マラソンは泣くと思うなぁ。ラボよりコメントのスピード入る。だって違うもん、人数が500超えてんだぞ、今。ルカ・ドンチッチはルカ・モドリッチ並みだったね。いや、すごかったよね。フォーファールじゃなかったらもっと言ったよね、きっとね。いや、ヒアゴンさん、大丈夫かね。え、ダウン12月に駅伝台所師匠出すよね。くさ。学士ドトル、ドクトルさん、箱根&野球でございます。サッカーで言うと、触るとき、微分積分とか使う分野ありますか？いや、あるけど、そこは必要にはあんまりならない。なんだろう、現場単位に落とし込むときだったら必要ないなと思います、ほとんど。学生のとき何やってましたか？高校生のとき勉強。大学、あとは、浪人生のときは恋愛もしてたね。大学生のときは、自分で仕事してました。ずっと。サッカーの話が出てこないので、あー、マデさん寝ちゃった。サッカーなの、さあほら、サッカーの話。サッカーの話。みんな、しないと寝ちゃう人もいるんだよ。中華料理同時視聴配信しませんかって、どういうこと？これ。
どういう、そうなんだよね、八木さん。そうだね、大阪引退ですからね。先生、おいくつですか？今年34になるの？今33です。33ですね。やめろ、受付女優なの、受付女優、やめろ。F1 の台所事情いらないだろ、今。交付の補強はあると思うんですが、その前に、だから出る方が今多分、いろいろね、食らってると思うので、そこら辺がどれぐらい防御できるかにもよってくるのかなとは僕思いますね。多分。そっちが。サッカーの話がどうでもいいから陸上の話は何のチャンネルなんだよ、ここは。試合の出た時のデータ集めって、今はもう俺、あれですけど、昔は人海戦術でした。画像認識もできなくはないんですけど、結局はこんがらがってるところとかで最終確認は人の目使わないと今のところできてないっていうのがあるので、多少荒か8割型でいいんだっていうんだったら画像認識だけでいきます。女優の台所事情も作成 してください。草。先生、じゃあそろそろ各カテゴリーでみんなをメロメロにする。俺らだって若手に負けてないでイケメンおばさんじお願いします。これちょっと先だな。これから行こう。これいいんじゃないですか？ちょ、これやろう。バカだなぁ。これは。いやぁ、ここ細かいところやっぱりだからついていくようなことでいきたいけどね。やっぱりね。でも、結構俺これはわかりやすいんじゃないかなぁと思いますね。オーバー30でしょ？やっぱり、俺ここでも J1 だったら、ちょっとレジェンド枠で一人まずお伝えさせていただきたいんですが、やっぱり三浦和っていう名前は俺言わなきゃいけないんじゃないかなって思いますよ、ここは。みんなをメロメロにする、やっぱりね、イケメンオーバー30って言われて、三浦和の名前が出なかったら、俺それは嘘だなと思うんですよ。じゃない？いや、あらゆる意味でメロメロにしてくれると思うんですよ、彼であれば。あらゆる形でね。僕はそう思います。まぁ、ちょっとレジェンド枠だったので、まぁ、カズさんはね、ちょっと、別枠からちょっと入りましたけど。じゃあ、ここからはちょっと、くろうと好みなところから選んでいきたいな、できれば。なんかね、こう、なんかパッと出てくるような名前だ、例えばなんだ、オーバーサーティーだったら誰だ？ランゲラックとかか？そのあたりが出てくると、まあ、そうだよねって感じになってきちゃう気がするので、ちょっと違うところから僕は話していきたいなってちょっと思いますね。オーバーサーティ。まあ、あと、レジェンド枠ってことで、まあ、ではあったけれども、まあ、カズさん使ったので、横浜 FC もちょっとなしかな。うん。そこはなしでいきたいかなと思いますが、いいですか？そこは。あ、ちょっと待って、オーバーサーティーでしょ？この人どうなんだ？この人どうなんだ？ちょっとやめておこうか。ギリギリな30とかだとちょっとあれだからな。もうちょい上かな。まあでも、この人でしょ！裏はあれ、あ、J1、ごめんね。J1、J2、J3 で行きたいと。あ、J3 から行くか、逆に J3 から行って最後 J1 で終わろうかな。でも、言っちゃったもんな。J1、3、2で行こう。J1、3、2で行こう。J1! 浦和レッズ西大吾いや、西大吾じゃないですか？メロメロにするっていう風に言ったら、俺らだって若手に負けてないやつイケメンオーバー30でしょ？西大吾でしょ、これは。合ってるでしょ。もちろんね、コメント欄にもあったけど、ジョーゴさんも入ってくると思いますけど、これは西大吾じゃない？プレイのそのセクシーさとか含めて、ここは間違いないんじゃないかな、西大吾。私はそう思いますけど、いかがですか？皆さんは。よっ！色気マシンガンそうね。じゃあ次、一回普通にワン、ツー、スリーで行きますか。ワン、ツー、スリーで行きましょう。次。カズさんでしょ？大悟、西でしょ？あ、次はもう俺決めてましたよ。
一番最初に浮かんだのはここでした。この人でした。徳良健ビファーレ長崎。いや、健徳良でしょ。まあ、刑事、たまだもね、ありかなって思ったけど、俺ここ徳良健で行きたいところはありましたね。徳良健。ここは。ちょっとカズさんの系譜でもあるんですけど、皆さん、徳良さんのご家系知ってますか？皆さん。多分、西大吾に関しては、ごずっちさんね、やっぱ新潟サポートなんとなく分かってるとこもあると思いますけど、やっぱ、徳良健でしょ。徳良健。187の身長を持ち、今35になりましたけど、出身は、徳良さんは、東京都の渋谷区なんですよ。渋谷区よ。渋谷区。まずこれがでかいじゃないですか。確かにちょっと札幌固まってるけどね。で、おじいちゃんが外交官やられてたんですよね。確か。あ、そうで、ファントムさん言ってくれてるけど。おじさんが作曲家さんなんですよね。おじさんは作曲家さん。で、お父さんがあれでしょ？三井物産。昔勤めてて、今家具の会社やってらっしゃるんですよね。で、お姉ちゃんね、アルティメット人狼とかも出てますけど、女優のね、徳良麗奈さん。で、あと、今、奥さんも自分で、ご自身でそれこそ事業をやられてるんですよ。ライフスタイルプロデュースやられてる方ですもんね。っていうところで、なんかこう、なんか全体的に、位が高い。そういう意味でも、今だけにとどまらないなって思ってて、若手に負けない。サッカー選手の中ではベテランの域で若手に負けないぜって言ってるけど、これから彼は多分事業とかも起こしていくんじゃないかなって思うところから、経営者の中ではある意味まだ若手だよ、みたいなところでなんかちょっと、徳良さんはぴったりタイミングというかなんかそういうのであるなと思ってちょっと入れてみました。そう、いいとこのお坊ちゃんなんですよね、徳良さんはね。ただ自分でもね、いろんなことやられてるってところがありますから。ちょっとそこら辺を押したいなというところで、入れさせていただきました。いかがですかね。そう、ワインも作ってるしね。あとさらにはね、長崎合流した日ら辺でさ、ちょっと俺桃鉄やろうかなみたいなので、あとね、チームメンバーで一緒にやろうぜっつって、まあ、ないんだったらおじちゃん買ってあげるからさみたいなところもあったから、なんかそういう面も含めてなんかいいなっていうのから、ちょっと私は。選んじゃいましたね。やっぱそこですよね。っていうところですよ。私が選ばせていただいたところで言うんであれば。あとは、3人目いいですか？俺これもね、最初から決めてたんですよ。三人目。皆さん画面もう一回見てください。一回画面見てください、一旦。先生、じゃあそろそろ、各カテゴリーで、みんなをメロメロにする、俺らだって若手に負けてないぜ、イケメンオーバーサーティーでしょ？これね、これゴズッツさんはね、ちゃんと引っ掛け問題を作ってくれてるんですよ、皆さん。誰が選手って言ったんだって話だよ。誰が選手って言ったんだって話なんだよ。J3、岩手、グルージャ盛岡、指揮官、秋田豊か。誰がね、誰が選手なんて言ったんだって話でね。監督だっていいってことでしょ？もう皆さんね、知ってる秋田豊という人間は、皆さんからすればやっぱね、ちょっと投手みたいなところとか、あとはヘディングってところもあんのかもしんないけど、じゃあ見てほしいのは、その秋田豊氏の、笑顔なのよ。笑顔。みんなをメロメロにする、笑顔なのよ。ね、そう、新平さん、チーム秋田なのよ、今。だからもう、得点をね、もう何回でも俺見るわけで言ってるけど、グルージャのメンバーが、得点をする、得点をした後の、スタッフ陣のおじさんたち、チーム秋田のこのスタッフ陣、チームグルージャのこの、
秋田豊かでこう固められたこのチームの皆さんがにっこりして、まるでおじいちゃんかのように、うわぁ、よかったなぁ、あっはっはぁってなってるあの笑顔を見て、あれを見たらメロメロなんじゃ。でも、一人よがりな外国人チームの皆々様ですらその笑顔を見て、うわぁ、ミスター来た、やったよみたいな感じで抱きつきに行くぐらい、笑顔が素敵なんじゃっていうところで見てほしいんですよね、私は。合ってるよ。大悟、健、豊か、DKY。そう、おじさんたちがニコニコしながらワチャワチャして、そうなんだよね。そうなのよ。ニコニコ、ニコニコしながら、やったなぁ、僕らのこう考えた、なんか戦術が合ってたなぁってので、こうニコニコしてるってのがね、そういうところがあっていいですよね。ザザさん、J リーグ全体では先生が一番かっこいいと思う監督は誰ですか？かっこいいと思う監督。今、一番だ。あ、でも、僕はやっぱり、上福博士ですね。うん。ちゃんと全員をこう調べてるわけじゃないんで分かんないですけど、今のところ調べた中だったら、やっぱり上福さんかなと思います。一番は。いやー、いかがでしたか？ごずつさん。今日の、またね、やりましたけど、これね、奥座敷っていうところではね、結構定期的に、2週間に1回ぐらい、これね、ノートラップ型でいろんな質問に対してこうやってましたけど。ありがとうございました！大声でいただきました。ありがとうございます。小津さん、やったー。いや、吉田健さんもかっこいいですよね。もう間違いなくかっこいい。いや、そうなんだよな。よかったー。今日もできたー。答えることができたわー。よかった、よかったー。まあ、秋田豊ってみんな来ないと思ってただろうからね。裏かけてよかったなぁと思いますね、俺は。まあ、それ以外で言ったらね、やっぱり、あれかな。今年の、まあ、10月で話には入れられたかなと思うけど、まあ、椎名選手とかね、富山の。入れたかったなぁってとこもありましたけど。シャブ台ひっくり返しよう。なんで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 いやいや、よかったよかった。逆張りすぎたわ。すぎたわ。リカルド、かっこいいね、間違いなく。いや、みんなかっこいいんだよ、だって。みんなかっこいいじゃん。だってみんなさ、自分でさ、こう、何か一つのことに対してこう、頑張ってる皆々様なわけじゃない、サッカー選手ってわけで。一つのボールをずっと追ってるわけじゃん。ボールを通して自分の未来をこう、見据えてる方々なわけじゃん。その眼差しがかっこ悪いわけがないんだって、絶対。俺らも頑張ろうぜ。それぞれさ、いろんな仕事もあるだろうし、いろんなサッカー見たりだとか、楽しんだりだとか、仕事、学校、家事、勉強、部活、資格、受験？なんだ？資格試験？わかんない。恋愛。なんかいろいろあるかもしんないけど、頑張ろう。それぞれな。まあ、人によってはパチンコっていう人もいるかもしんないし、人によっては酒だっていう人もいるかもしんないし。いいんだって。何か通してみんなで頑張っていこうぜ。何の話や。ゾワさん、ありがとうございます。何の話やってので。何時があったの？ 1 時間。1時間うわぁ、小津さん考えてる。うわぁ、これは小津さんまた来るな、これは。またいつか。またね、次の時何が来るか俺は楽しみにしようと思います。私は構想です。そうですね。とりあえず、兄貴分を倒してください。そう、生きてるだけで偉いんじゃ、間違いなく。パチは俺だけだろ。まあ、あなたに対して言ったよ、確かに。俺は。バレてた、バレてた。バレてもいいんだ。でもまあ、頑張るものがあるってのがやっぱりいいですよ。やっぱ頑張るものをさ、やっぱ頑張ってったらさ、それは結局、やっぱその人の深みに、人間的な深みみたいなものになったりさ、結局変え難いものになって、それがね、転職だったり何だったり、いろんなね、その自分を構成する要素になっていくわけじゃないですか。大事な子だと思うよ。終わるんですか？まだです。ただ、1時間が経過したっていう、ただ、ほぼそれだけです。まだまだね、作業やってますからね。全チーム分ぐらいこれまず移設したいんだよな
今までさ、他のところでやってきて、北九州もあったか。誰だ？あ、椿野でやったのか、これは。そんな話題、2回目ってなし。あ、全然いいよ。全然いいよ。あの、ごずっちょさんはもう、あの、定期1回かなって思ってるんですけど。じゃあ、カーテンに朝日が透けるまでやりまくか。いやー、2時間が限度だな、さすがに。2時間が限度。1時かな？ 1 時前ぐらいまでがポイントかな？ 12 時50分ぐらいで、あとはエンディングトークに入るぐらいがいいんじゃないのかなと思います。じゃあ、ちょっと私、お手洗いにだけ1回行ってきます。少々お待ちください。いやー、まあ、ハーフタイムみたいなもんですね。皆さんね、戻ってまいりました。そして水を取ってきました。水を取ってまいったわ。思えばさ、あの、オリンピックにさ、かまけててしまってさ、あれなんですよ。声優にさ、買い物頼むの忘れてたんですよね、私。だちょっとさ、物がちょっと足りなくなってくるんだよね、これから。まあ、すぐ頼めばいい話なんですけど。それがね、ちょっと心配です、私は。あ、そうだ、ベンホワイト確定。あー、よかったっすね。あれね。あそこのね、ブライトンのね。ハーフタイムは飲水タイムです。声優に買い物、声優に。西友の方ね。これで過去のやつ全部持ってきたか？実はみんなが知らないこの子のこんないいところ、各カテゴリー。うおなるほど。あー、なんか行きたいね、それは。ちょっとなんかちょっと出したいな。唐揚げ。じゃ、これちょっと行きたいですね。これはちょっと面白いんじゃない？みんなが知らない。うわぁ、どう行こうかな。行ける人探そう。まあ、まあ、夢の話になっちゃうけど、まあ、一人ずつちょっと行きたいな。まず、じゃあ J3。裏話ってほどの裏話じゃないかもしんないけど、俺、ちょっとここから行きたいですね。いいですか？じゃあ、ちょっと J3 から、お願いします。J3 から。AC、長野パルセイロ所属、水谷拓馬。ここ、いかがでしょうか？ここ、いかがでしょうか？水谷選手は、今、1996年生まれの選手なので、同世代っていう風なことで言うと、例えば今、ラピッドウィーンにいる北川光也、あとは、ガンバ大阪、井出口洋介、で、フランクフルト、鎌田大地、あとは学年的に、あとあれだ、鹿島アントラーズ、三沢健斗、
で、あと、学年的に言ったら、やっぱね、97年、まあ、早生まれ組ですよね。だから、三好浩二、板倉浩、中山雄太あたりと、同い年だったりするんですが、この水谷くんはちょっと人に恵まれてきたような選手でもあるなぁと僕は思っていて、裏話っていうのはちょっと違うかもしれないけれども、ちょっと良さというか、もともと清水の下部組織出身の選手で、中学の頃からいたんですよね。だけど、もうそれこそ三好とかと同じように、中学3年生段階ではもう高校のプレミアリーグの方にも出てたりしたんですよね。それがあって、2013年の U17 ワールドカップに、出たんですよね。ケントとかと一緒に、ミサオケントとかと一緒に。出たっていうような、だから、もう、ユース年代から、まあ、嘱望されてたような、まあ、選手だったな、っていうのをすごく思ってます。で、背番号確か10だったような気がするんですけど、ただ、中盤もやってたんだけど、サイドバックのね、選手なんですよね。もともとと。で、その後、清水でも昇格はしたりはしたんですけど、なかなかこう、日の目はというか、清水ではなかなか素性というか、うまくそれができ、かなわなくて、で、結局移籍をするんですけど、その移籍先ってのが、今は当時の、まだ J リーグにはね、加入してなかった四国リーグとかだったと思いますけど、あれなんですよ。FC 今治に移籍することになるんですが、彼はなんで今治に移籍したかっていうと、その2013年の U17 ワールドカップの監督だった吉武博文さんが率いてた今治に行くっていう流れがあるんですよね。で、そこでなんとなくちょこちょこ出場できるような感じになってきて、一回清水には戻るんだけれども、結局は、去年から長野に移籍するっていう形にはなっちゃったんですね。で、ただその長野で今、だからすごい大活躍中だったりするんですけど、そこでこの間富山対長野っていう、試合があったんですよ。カターレ富山対 AC 長野パルセイロって試合があって、で、そこで水谷選手めっちゃ活躍したんですよ。で、その結果、まあ長野が勝つことにはなったんですけど、結構大勝でしたよね。4-0 とかだっけ？だってたかなと思うんですが、そこでさ、すごかったのが富山の社長ですよ。皆さんね、ご存知の左友社長。で、今、富山でね、社長やられてますけど、ツイッターで、いやー、本当に今日は悔しかったけれども、今日の MVP はもう間違いなくタクマだなって言ってて、なんでそのタクマだなって言ったかって、左友さんはだから、もともと清水の社長やってたから、面識があるんですよね、水谷選手と。だなんか、すごくこう、一緒に戦ってきた人となんかいい関係を築きやすいのかなっていうところもあって、いい子感もあるってので、ちょっとまず水谷選手をちょっと選ばせていただいたっていう感じでした。いや、もう唐揚げが果たして言いたかったことはこういうことなのかってことは、ちょっと俺曲解してるような気がしてならないんですが、っていう J3 枠では水谷選手を選ばせていただきました。こんなんでいいんでしょうか当たってるんでしょうか俺は。そう、左友さんだったりね、吉武監督だったりね、清水サポ泣いてますだよね。いや、そうだよ。なんかいい関係性だよなと思って、こう、うんうんってやっぱなっちゃうような人だよなってすごく思うんですよね。息子枠の話だった。そうなっちゃった。ですね。ゆるくてんやで。ありがとうやで。次か。次どこ行こっかな。J2。え？待って。ちょっとストップ。待って。その話、ちょっと優先だ。おとみさん、スパーズ合意の話。出てる？出てるかな？あー、かもしれないね。
あ、多分決まるんでしょうね。多分そうじゃない？あー決まるね。決まるみたい。ちょっとツイートだけしておこう。スパル速中、前倒しお願いします。前倒しは申し訳ないんだけど、まだしません。どうしてもね、富安の話はするかもしんないけど、やっぱ、ハリー・ケインが決まらないと、チームとしてはどうだってところがあるんで、ちゃんとね、順番通り。公式をまだで出してないと思うんだよね。一応、つぶやきはしたけど、まだかなと思うけどね。今から富安について公開収録もしません。個人行為ってでも元からしてたような気がするけどね。どうなんでしょうね。はい。まあ、おとみさんどの道取ってのも行くと思うし、まあ、いいんじゃないですか。あんま気にしなくて。じゃあ、次だな。みんな知らないでしょ？ああ、ここで使うのどうかなと思うけど。俺、まあ、でも、まあ、ちょ、最近の見る赤で考えたら、一本動画にはちょっとしない気がするから、やっぱこの人行こうかな。ちょっと俺、確認することがあるんだけど。もう次、じゃあ戻していいですか？ちょっと待ってね。一箇所確認があるんですよ。はい。はい。じゃあちょっとこの人行きましょう。これはとても珍しい話をちょっと行きたいなと思うんですけど。いいですか？じゃあ二人目。実は、みんなが知らない、この子のこんないいところ、J2 編。レノファ山口ゴールキーパー、関健太郎選手。これどれぐらいの人が知ってんのかわかんない話をしたいなって思うんですよね。多分、だからなんだろう、仙台サポとか、横浜 FC サポとかは知ってるかもしれないけど、ほとんどの方が知らない話をちょっとしようかなという感じで、行きたいなと思います。関健太郎って選手知らない人も結構いるかもしれないんですけど、もともと彼は国見高校から、平山颯太とか、あとだから渡辺一馬とか、そういう時期のゴールキーパーだったんですよね。なんで、最強世代の国見高校から、まあ今で一番わかりやすいですけど、明治大学のゴールキーパーになって、そこからプロ入りを果たすっていう人なんですよ。まあ、1986年生まれなんで僕の、ただ早生まれだから2個上かな。今年今35歳だと思うんですけど、だからアマチュアというか学生時代はもう最強クラスのゴールキーパーだった彼が、まあ、プロ入りして、まあ、仙台だったり横浜市だったり、今レノファ山口で活躍してるってところがあるんですけど、実は、だからまあ彼の学生時代で考えたら20年前になりますが、当時としてはちょっと異例の選手だったんです。
今でこそ、例えば鈴木東一選手が、セレッソ大阪の下部組織から、例えば、長崎草加に行ってとかっていうことは、ご存知の方少なくないんじゃないかなとか、神谷雄太選手なんかもそうだし、中村俊太選手なんかもそうだし、知ってらっしゃる方少なくないんじゃないかなと思いますけど、それってあくまで、ユースを途中で退団して、他の高校に行ったやつじゃないですか。他で言うんであれば、ジュニアユースからユースに上がれなくて、中学はジュニアユースだったけど、高校はユースじゃなくて、いわゆる高体連の方に行ったって話だったら知ってると思うんですよ。関健太郎選手、知られてないんですが、国見高校で3年間サッカーやってないんですよ。高校1年生は前橋育英高校出身で、出身は群馬県出身の選手なんですよね。で、高校1年生は前橋育英高校だったんだけど、高校2、3年は国見高校に行ったっていう、ちょっと特殊な経歴を持ってる人なんですよ。すごくない？まず。なんでっていうのはこれからちゃんと話すけど、おかしくない？なかなか。え？何それ？でしょ？なかなか知らない人多いんじゃないのかなって思います。しかもこの、だからまあ分かりやすいのはさ、じゃあやっぱりじゃあなんか親御さんの何かかしらで転校かっていう、なんかそういうのもあるじゃん。なんとなく。とか、なんやかんやあって、例えば、転入みたいな。じゃないんですよ。当時の前橋育英高校ってめっちゃキーパーいたんだって。ゴールキーパーが。で、そんな中で、当時の国見高校の監督ってのが皆さんご存知の小峰監督だったんだけど、小峰監督の教え子が、それこそ前橋育英の、それこそ山田監督だったりするんですよ。ってのもあって、で、当時ね、前橋育英にはめっちゃキーパーいたんだけど、国見の方には全然キーパーいなくてっていう状態で、その、まあ、国見高校の小峰監督の方から、前橋育英の山田監督の方に、なあ、山田よと、康介よと、山田康介っていうからさ、誰かキーパーいねえかっていう、そんな話があったの。すごくない？遺跡やん。そんな感じで言ったら。で、そんな感じだったんだけど、確か、ちょっと俺間違ってたらしょうがないんだけど、あ、ごめんなさいなんだけど、確か、その何人もそのキーパーいるって言っても、その関選手以外の皆さんが、推薦だかで入ってきた、なんか体育科のプレイヤーだったんですよ。で、推薦で入ってきた選手はそんなことできないじゃん。で、確か、一般受験なんですよ、関選手が。ってのもあって、山田監督は、呼んで、なあ、関、こんな話があるんだけどっていう風に言って、お前ちょっと国見高校の練習行ってこいっていう風に言われて、急に行ったんですよ、確か。急に。で、行って、練習参加、なんか一週間ぐらいかなんかやって、なんだけど、で、戻ってきて、別になんかすぐこう行くみたいな話にならなかったんだけど、高校サッカーでそのフェスティバルみたいな感じ、なんか知ってるかな？いわゆる、強豪校同士で、こうなんかトーナメントとかカップ戦とかを勝手にやるような、そういうのがあるんですよ。フェスティバルって大会があって、その時に群馬にその国見の子たちが来たんだって。で、その時に、話が再燃して、国見が長崎に戻る間のそのフェスティバルの間だけで、お前、国見に行くかどうか決めろって言われて、それで決まって転校。やばくない？そういうことがありました。で、すごいのが、普通科だった一般受験で前橋育英に帰ってきた、何の変哲もなかったぐらいのゴールキーパーが、国見高校っていう超強豪高校のキーパーになって、守護神の座を掴んで全国を制するっていう、そんな選手。関健太郎。
これいかがですか、皆さん。本人は相当悩んだでしょうね。それ当たり前だよね。これはいかがですか。遠恐怖、すげえ、すごいよね。漫画やな。だってそれでさ、その後もプロでこんなにだって20年近くやってのけるキーパーになる。これはすごいじゃない。俺どっかでその見る分かり使おうかなと思ってたんだけど、このネタは。まあ、ちょっと、これ出しても。満点、ありがとうございます。これ嬉しいな。いや、そう、全然漫画だと思うよ。これだって全世界でいないと思うもん、こんなの。この話を当てにビール2リットル飲める。2リットル飲みすぎや。悩んでてる小峰監督の圧力だろうかな。これはな。でも、相当すごいことなのはもう間違いないですよね。これはね。すごいと思うよ。親御さんもね、行かせることとか悩んだりしたとか、いろいろあったとし、レギュラーじゃなかったとかね、考える。だからもしかしたら、行って最低でもこう、大学の推薦だけは出してやるとか、なんかそういうなんかもあったのかなっては、後々考えれば思う部分もありますけど、まあ、にしてもですよね。お、やばい話についていけない。行ってなかったらプロになってない、なってないでしょうね。明治も行ってないんじゃないですか？ともすれば。関選手。まあ、そんなね、ことがあったよと、あったらしいよと、いうことでございますね。一回表紙に戻しておこう。何の話かわかんなくなるので、今何やってるかがわかんなくなるので。っていう感じで、水谷選手と、J3 の水谷選手、J2 の関選手と、お送りしてきたと。こういう感じです。J1 か !J1 か誰だ誰だ、みんなが知らないようなとこ攻めなきゃいけないんでしょ？難しいことするなどうするどうするどうするか。次は。もう俺ほとんどちょっと一人にも決め打ってるとこあるけど、こういうの持ってほしい。あ、嬉しいなぁ。そういうのおっしゃっていただけるな、やっぱり。作業を諦めたってわけじゃないんだけど、作業してる場合じゃやっぱないなっては、ちょっと思っちゃうからね。まあ、正直元とか行くのは簡単そうな気がするんだけど、ちょっとそれは簡単じゃない？なんだろ、みんな知ってる感じがするから、みんなこうあんまり知らない？さっきの関さんで言う、前橋育英から国見っていうところからすらみんな多分知らないってのがあると思うから、それを何かこう見つけたいんですよね。それでこう伝えたいなってのは俺は思うんだよね。どれで行こっかな。誰がいいんだろうな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、誰がいいんだろう？ここはどうなんだろうか？ちょっと待って、J1 が出てこない、マジで。J1 誰だ、マジで、誰だ？あー、中村かー。でもなんかちょっと知ってそうな気がすんだよな、それは。中村かー。なんかもうちょい結構これギリギリ攻めたいんだよね、なんか。かなりのギリギリを攻めたいんだよな。
いやー、事実ではあるけど、アイザー・ピーター・コミック知ってる人ですから、まあ、アイザー・ピーター・コミとかさすがにじゃないかな。そう、うちの中村、そう、うちの中村ですよ。ニニエスタとか、ニニエスタ強いな、ちょっとさすがに。みんなの知らないところでしょ？くっそむずいな、マジ。なんか青いチーム使いたいな。なんか赤系多かったから。なんか明るいチーム多かったから。もう一人。なんか、いや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 、全然。ちょ、単純に悩んでるんだよね。どこら辺がギリギリなんだろうかがわかんなくて。すげえ楽しい。この時間が。だけど、ただみんな待たせてる感はあるけどね。誰だろうな。誰がいいんだろうね。いや、でもこの人で行くか。俺もう決めてんだけど、この人って。今もう決めました。この人ってもう決めたから、ちょっと待って、あと30秒ぐらい。いやー、ダメかなー、ダメかなー。まあ違うな。J2 でやりすぎたな。J2 で俺は多分やりすぎたんだと思うわ、もう。前川の話はいいなと思ったね、確かにね。まあ誰か。じゃあいきますか。いや、もう席みたいなことは起こりませんよ、もう。席みたいなことは起こりません。カシマントラス。ミッドフィルダー。荒木亮太郎。皆さんは、荒木選手、ちょっと聞きたいことがここはあって、荒木亮太郎のポジションを皆さんはどう考えていらっしゃるんでしょうかと。知ってる？いや、そう、いや、本当は渡りとかも考えたんだけど、西川淳とかもまあ、いたんだけど。違うね、一番は、唐揚げ忖度とかじゃなくて、普通にもう俺は、やっぱ荒木だなっていうのは、やっぱずっと見てた存在だったからっていうのはやっぱあるんだけど、荒木は荒木だよ。そう、もうご存知の方もいるかもしれませんが、今、荒木亮太郎というふうに見てる人は、鹿島アントラスで見てる人は、いわゆる442の2とか、左とか、もしくは、442のいわゆる2の部分ですよね。フォワードの一角
まあ、ちょっと下がり目のフォワードみたいな位置をやってらっしゃるように感じるかもしれないんですけど、今はね、今っていうか、昔は実は違かったんですよ。実は、荒木良太郎という選手は、俺、多分、いるわかれ実は一回言ってるかもしれないんですけど、もともと荒木良太郎っていう選手は、すげえスーパーマンなんですよ。正直、今の活躍でも、俺はちょっとまだ足りないって思ってるレベルです。彼に関して言えば。彼、何かっていうと、もともと、年代別、世代別の代表の中でも、いわゆる中核をなす選手だったんですが、もともとは生粋の点取り屋だったんですよ。それはだから高校1年、中3高1ぐらいの時の良太郎荒木っていう選手は、生粋の点取り屋で、もうバンバン点取ってたんですよね。で、ただそこから変わったのが、高2だったかな？アンカーやったんですよ。アンカー。森田秀政。だから一時期森田秀政だったんですよ。皆さん今で言う。あとだから田中碧みたいな感じ、荒木良太郎ってねえ、多分よく知ってる。そう、最初はフォワードで、ミドアカのカラーリングで言うんであれば、高校1年生は緑だったんですが、高校2年生になっていわゆるオレンジをやるんですよ。何かって言ったら、まあチームのいろんな状況に応じてっていう形ではあったんだけど、そうで、そこから変わってトップしたっていう、まあその間に入ってきてってことになるんだけど、本人が実は一番やりたいことっていうのが、だから実は、これ見る赤では言って、みんなからってコメント欄で、あいつは点取り屋だよってめちゃくちゃコメントとかも言われたんだけど、その後何回か。そうじゃないっていうので言うと、彼実はそのプロに入るとき多分鹿島から言われてるのが、実は柴崎学ポジションなんですよ。でもこれって、俺はその、荒木良太郎って選手を早く海外に出てもらいたいなって思うのが、彼が今の世界の世の中で、どこで一番必要とされるかどうかってことを知りたいんです。まあみんなが知らないこの子のこんないいところ、ちょっと皆さんに知られてたかもしれないけれども、荒木良太郎という選手は今はミルアカでも黄色で表示してるけれども、緑もやったし、黄緑もやったし、オレンジもやった選手で、その中でプロとしては黄色のところで確立されてるところがあるけれども、さあ世界に出てみて、もしくは日本代表で、どこの部分で一番活躍することになるのか、そんなところが見てみたい。ある意味ではどんな風にでも変化することができる、そんな異次元プレイヤー、荒木良太郎。彼に、よりご注目いただけたらなと思って、ちょっと名前を出してみました。席が強すぎたんで、あれでしたけど。そうなんですよ。あと一時期、プレッサーとかもやってましたからね。プレスのスイッチャーっていうのかな。そんな感じでした。っていうことで、誰だっけ大将。水谷。水谷やって、席やっての、荒木でした。いや、本当はさ、いわゆる小池隆太みたいな話もしてもよかったかなと思うし、小池隆太でも動画でやったなと思うし、阿部寛之もやっぱり動画でやったなと思うし、小田裕太郎っていう人、ちょっとまだみんな知らないかなってことも思ったし、うあたりも難しそうな気がしたなってのもあるし、岩尾健とかもいいかなと思ったけど、またね、そこら辺はどっかで話す時が来たら、またやりたいなと思います。特に関選手に関してはね、一歩のドラマにできるんじゃないかと思うので、やるタイミングがあったら動画にね、したいなと思いますね。ビール500ミリリットル生き延びした。いやー、よかったよかった。唐揚げありがとう。話題を振ってくれて。いや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 。梅井さんはね、もう動画で出したからね。スコットランドにスコットランドじゃない、セルティックに古橋がついた。うわー、古橋のアイコン変わってる。いやー、そんなね、話でした。
もう1時間45分やったの。ファー。検査の話したら奈良橋さんが100回以上再生ですわ。奈良橋さん。古橋もそうだよね、やっぱり。いやいや、いっぱい喋ってきたな。かわいい。そう、そんな感じでですね、あれだ。なんだっけ。関小池、レノファや山口多いな、菊池流穂とかもなかなか見せた。いやー、島や。福光。いや、マジ、レノファはほんとドラマが多いんだよ、マジ全員。それがやっぱいいだ。下田監督だってそう、まあ今は違うけどさ、もう見えちゃったけどさ。山口組は本当にね、山口組って言っちゃいけないな。絶対ダメだったな、今。レノファ組はね、多いですからね。パウロもそうだな。いや、高井和馬だってそうじゃない。いや、いっぱいいるよ。誤解を招くよな、本当に。本当に申し訳ない。ちょ、リアル竜が如くになりかけてしまった。危ねえ。いやいや。スパン分回し案件、そうなんだよ。危ねえ、マジ。で、ということで。あと、ちょっとしばらく分のミルワカの話をしようかなと思いますけど。ミルワカではですね。まあ、明日ね。どれだ?これか。明日の朝は、まあ、これですよね。マッチプレビュー出しますよと。で、夜は、さっき部屋建てたっけ?部屋建てたか忘れちゃった。ニュージーランド戦をやりますよと。の実証配信をやりますよと。で、あさっての朝、土曜日じゃないな。明日土曜日か。日曜日の朝に、フランス戦のレビューを出しますよと。で、日曜日の夜は多分遺跡の動画にはなるんじゃないかなと思っています。で、月曜、火曜とかになってくると、ちょっと何にするかまだわからないんですが、先にヘンクの動画でも出そうかなと思っています。月曜日の朝かなんか、まだわかんないけどさ、そこら辺どうなるかは。で、あとは、もうね、なでしこさんはもう破れてしまったってのがあるので、残念ながら。月曜日の同時視聴配信はサッカーはないですね。本来だったら月曜日の夜はサッカー、なでしこの予定でしたが、それはなくなってしまったので、まあ、違う競技をやるか、まあどうするかってことは、ちょっとまた、まあそれこそニュージーランド戦含めた上で僕は考えていこうかなと思っております。あとはありがたいことに、ちょうどただいま、登録者数が 49,800 人、ぴったりです。49,800 人となりました。あと200。あと200人です。なんで、ペース的に言うと、そうなるんじゃないかと思うんですが、なんで、ちょっと記念ライブ配信みたいなものは、来週中か、それを開けた後の8月9日に、やるんじゃないかなと思っておりますので、いわゆる5万人記念配信みたいなことは、そこでちょっとできたらなと思っています。なんで、まあね、サッカー、その日はサッカーの話とかどれぐらいするか正直僕もわかりませんが、まあ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 、まあまあまあ、そういう日も、まああってもいいよねってので、やるかもしれませんので、ちょっとね、お付き合いいただけたら、私もちょっと嬉しいな、という感じでございます。よろしくお願いします。で、あと、もうね、奥座敷に入っていただいている方には、先にしてちょっとお知らせをさせていただいたんですけれども、まずこちらですね。
8月16日月曜日は、全クラブ夏総戦力総まとめってことやろうかなと思っておりまして、まあ、そのための準備ね、これ今まで移籍の動画とかで使ってきたね、資料たちですけれども、これをもうちょっと改良した上で、動画というか、まあ、ライブ配信をするための、まあ、資料として整えていこうかなと思っておりますので、そちらもどうぞよろしくお願い、いたします。あとはなんだ？あとは言ってないこと。あとは、シントトロイデンからも始めておりますけれども、台所事情シリーズをまた、今年もやっていこうかなという形でございます。台所事情シリーズ、シントトロイデン編を一番最初に出させていただきましたが、2番目、3番目がおそらくはヘンク。そして、セルティックと日本代表選手がいるようなところから、順々に始めていく流れとはなるとは思うんですけれども。その後のところで、今度は、国内編。最初ね、海外所属の日本人選手限定でっていうところで、日本代表編っていう、ちょっと亜種な形のものも一個やってみようかなと思いますが、それ以外にも、J1、J2、J3 の全クラブはもちろんのこと。あとは、今回からね、始まる、やっぱりね、J1、2、3と、まあ、プロリーグに関しては、まあ、やってるよってところがあったからこそ、他にも、これからね、プロになっていくチームに関しても、まあ、やっていきたいなってのもある。まあ、ただその前に、プロがそもそも始まるってのがありますので、やっぱりね、あそこですね。Wリーグも、やっていく。予定です。Wリーグもやろうと思います。あとは、これから J に加盟しそうな、もう、寸出のところまで来てる、いわき FC なんかもやろうと思ってるのと、あとはちょっとね、仲良くさせていただいてるような、JFL クラブさんともできればなと思っておりますので、例えば、南葛さんだとかですね、コラボしたことがあるところとかは、ちょっとタイミングいいところで、なんかやれればなと思っております。で、日本人、先ほど今コメントある流星群さんからも来てますけれども、日本人が複数いるところは全部でいただきましたが、ちょっとそれは正直、わからなくて、全部日本人がいるところはやりたいなと思ってるんだけど、日本人選手がいるものの、ダゾーンやら、ワウワウやらで、映さない、いわゆる、おそらく何をしたとしても、ちょっと見れない可能性の方が高いところに関しては、厳しいかな。北川荒野とかもやりたいんですけど、ちょっと難しそうかなと思ってる部分はあるので、そういうチームは一旦抜くかもしれません。まあ、抜く方向で考えているっていうのだけは言っておこうかなとは思います。それ以外はまあ、基本的にはやるんじゃないっていうところだね。あと、ただ、移籍するかもしれない、ペースフェイの、まあ、ドアンいるけども、あそこは移籍する可能性がちょっと高いなと思ってるので、ペースフェイはちょっとやらないかもしれないな、とかってのも考えてはいます。ポルトガルとかもそうっすね。夜見れなかったら何の意味もないので、やる意味がないですから。特に皆さんが見れるかどうかはあんまり関係なくて、まーさんが見れる環境にあるかどうかっていうところが一番大事かなとは思ってますね。だってね、いわゆる、みんなに届けるのに対してやっぱりね、やっぱり意味がなくなってしまってば、本当に、まあまんまですけど、意味がないので、っていう感じですね。そんなもんかな？はい。そんなところでございました。いやー、約2時間喋ってきましたけども、大体どうなんでしょうね。どれぐらいの方がずっとこう残ってらっしゃったのかとか、ちょっとわかんない部分もありますけど。いや、現状ね、360、370人ぐらいの方がまだ残っていただいてるってところがありまして、本当にもうありがとうございます。まあ、たまにね、ちょっとこうやって、サッカーの話題に関しては、まあ、こっちでやった方がいいかなっていうのもちょっとあるので、よく僕は自分の個人配信の方でも、ちょこちょこそういう話題をやってきたっていうのはあったんですが、まあ、まーさんいる、いないに関わらず、やっぱね、こういうサッカーの話とかってのは、要は見る明かりやった方がやっぱ盛り上がってくれるのかなってのもあるので、ちょっとこっちで、やりたいなと思ってます。今後ともね。よろしくお願いします。なんで、たまになんかフラッとこうやってやり始めるかもしれませんが、そんな時は、一緒にね、お付き合いいただけたら、幸いかなというところです。まあ、あとはね、今日先ほど言いましたけど、というか、みんなでね、同時視聴もやってきましたけど、まあ、なでしこが、まあ、先に敗れてしまったのもありましたので、
まあ、こっからオリンピックはあるんだけれども、とはいえもう1週間後に終わりでしょ？ 1 週間後終わるのよ、みんな。ええ。てか、だから俺ちょっとミルトともなんか来週からスタートしようかなと思ったら1週後でもいいかもしれないなって、なんか久しぶりにね、開くから再開幕みたいな部分もあるので、なんか1週だけ置いといて、その次からスタートでもいいかななんてことはちょっと思っております。はい。まあ、ということで、そろそろ今日は終わりにしたいなと思います。まあ、どうするかはね、またちょっとまたリリース出しますけど。ツイートするかなんかしますけど、まだどうぞよろしくお願いいたします。まだねちょっとチャンネル登録してないよって方はできればご登録の方をいただけますとよろしくお願いします。またね、なんやかんやいろいろ動画出していきますので、またねこうやってライブ配信もしていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。た何回もの、あれになっちゃいますが、明日はこれね、明日はこれですので、あこれじゃないこれこっちこっちこっち明日はこれですので、どうぞよろしくお願いします。なんで、明日の夜はニュージーランド戦。それでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。アルビックスラブさんありがとうございます。またでーす。はぁ、お腹すいた。あつっちょー。ずっちょです。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、スン。